え、9番さん、テンした。してない。あ、あ、9、聞こえてないですかちっちゃいな、お前、声あ、こいつ、さっきのやつだね。違うっけあ、始めます。あ、さっきの6番か。八番さん、なんか音が。え、声が。全然、お風呂じゃないですけど。おかしいですか ?8 番さん、8番さん、うから空気漏れてるんで、もうちょい力込めて喋ってもらっていいですか空気漏れてるはい。 大丈夫ですかえどこにいる今、車いや、普通に部屋ですけど。<laughs> ああ、まあまあまあ、聞こえるか。なんか、音、音くては声か。声がすごいわ。まあまあいいけど。<laughs> なんか、あれなので抜けます。<laughs> え、聞こえてるで。なんで抜けんだよ。 八幡さんてんこで、八幡さんてんこはいみんなのヒーローです。よろしくねー。めちゃ油断してたろお前。え大丈夫八幡さん。大丈夫です。元気いっぱいのただのヒーローです。え誰ちょっと待って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 まあ、いいや。ちょ待って七幡さん天候。うん。う聞こえない。八番ヒーローです。<laughs> えこれ誰か8番さん知ってる ?9 から6番さんにかけて誰か知ってる知ってますやったことあります全然普通の人ですえちゃんと進行とかできるできはる人狼はすごく好きます,すみまだ僕誰も知りません <laughs> あ、僕はね見たことあります8番さんを3番ですあ了解です <laughs> <laughs> 奈良さん聞こえます。照れてる。ん、どう、これ、聞こえる、七番さん。じゃ、てんこ、てんこ、てんこ。あ、はい、すみません。あの、酒開けしてるんですけど。聞こえますよね。んのあの、しゃべ、聞こえづらかったら、抜けます。まあ、大丈夫やろ。あ、ちょっと聞こえづらい。聞こえづらいって。<laughs> じゃあ。抜けるか。え。<laughs> <laughs> 別に聞こえてたけどなあナなるはさん天候お願いします占いと霊媒1日目に出てきてきくださいうんなんじゃあなたの役割は停滞数夜になりましたそのままお待ちください霊媒がいい気楽でよい霊媒はまあ最終日まで生き残れやん可能性は高いけども生き残るパターンもあるし 面白いよ。そう、進行できるのが強いよな、何より。<laughs> まあ、二人出る可能性はあるけど。はい、おはようございます。えー、もう死をします。私は霊媒師です。はい、これをもとにね、皆さんこの後の2週目もある、1週目の議論を進めていただけたらと思います。ちょっと戸惑ったのでは、なですねちょっとかみかみでごめんなさい。トップバッターだったんで。 <laughs> まあ、普通に僕は一周目に出る方が好きです。たまにいるんですよ、人狼やってると。最初の一周、初周は潜伏1位みたいな。その後ね、この後4番、5番、6番、7番ずっと続いていくのに、え3番も精査に入れないといけないっていう風になるんで、あの、もう一人もし対抗が出てくるんだったら普通にロラしてください。なんで3番の精査は必要ないんだ。俺がみんなの言葉を聞いて精査する立場だということを、皆さんは僕の精査とかいらないんです。狼目があるっていうんだったら別だ。ただ、えまあ基本的に2人出てもロラ になるんでその場合って僕がね仮に狼だったらね心霊能がどこかにいるわけでしょそうなったらロラするんでもうそんなことは3番のことは考えずに皆さんの議論をしてください僕が精査します願わくば合近くしたい4番さんが発言しますはいありがとうございますなるほどっすね三番さんいやこれありがたいっすね正直 バリバリン番さんにすり寄っとこうかなこれ、うん、ちょっと4番釣らないでくださいサンバさんマジでねじゃあ釣ろうマジでサンバさんちょっと死んだったら4番釣らないで本当にお願いしますうん死んだらランテージね2周目組んで4番だけはいらないでくださいサンバさんを信じてますうん一覚した場合はよろしくお願いします、うんうん、<laughs> そんなに分かんわかんねえなこれ5番さんが発言します どうも5番、もろ出ししてるわけなんだが、4番、めちゃくちゃ印象が悪い。<laughs> なぜならば、3は俺、評価できると思ってる。3っていうのは、例の3目線ではなく、村目線で、対抗出たら、釣り切ってください。これは村目線の進め方だと思う。3目線ではなくね、生き残りたいって感じなかった。少なくとも狼はないと、現状は考えている。進化強日である。 割と印象がいいしに見えてる。で、4番は、俺と違う評価して1周目に出たから <laughs> んか、うん、それだけの理由で評価してるんだけど、別それって対心理由になってなくてな、ねあの、内容が伴ってないのね、4は。で、なんか、すり寄り、ごますりとか言ってたけど、<laughs> 怪しいよな。なんかね、あえて、狼だったらこんなことしないでしょみたいなムーブを取って、無論まあまあ、ーーまあ、まあ、でも人外に見えますよね。はい。 とても印象が悪いです中身がなかったっていう点ですそ <laughs> <laughs> やな、まあ、まあでも次一番外そうかなって、はい、お願いしますいやまして四番さん印象が悪いというか村だったらなんかそれより必要性ってあるのかなって思っちゃったかななんかやたら生存意欲だけなんか強くてそれを解きますっていうのはなんか村だったら言わないような気がする え、だって,って。俺、チラキって読むんかな。な,なえ、な、この名前。娘ができたら、危機にしよう。うん、なので、四番さんは、限りなく、なんか。人外かなって思っちゃう。はい。え、まあ、三番さんは。ちんぽかったかなと思うかな。まあ、もし、対抗出てきた。からで、いいと思うよ。三番、うん、さんは言ってたし。七番。さんが発言します。 はい、お願いします、うん、まあ4番の印象はよ、まあ、くないですけどまあ分からんよな、うん、考察をしようとしてないんでまずうん、うん、まあ2週目でいいんじゃんねなんか2週目聞いてもどうせいらないなって思いそうって思いながら聞いてたんで印象は良くないんですけど <laughs> まあそれはなうんかまあだからといって生存欲が高いイコール人外ではないから、まあ、6番にも違和感が、うん、ないなあ 4番も印象良くないって感じうん生存意欲なんてあっていいのすはいみんなのヒーローです、えー、よろしくお願いしますねちょっと中盤なんで真面目にいきますうん俺4番ねまあ印象悪いよだけどね俺そんな叩くほどかなってのは思ったあのねなぜかというとね2番目の発言で霊媒師しか出てない時点で すりり寄る必要があんまりない正直だって、2人出てくる可能性も大いにある1番目に出てるから。だからこそ、すり寄りっていう発言をする必要はないのかなって陣外だったら思った。だって3番って結構出方怪しかったから、いつも出るって決めてる割には、えー、っとって言って、3秒間ぐらい回ったんだよね。でんで <laughs> 考えたじゃあ。だったら普通に叩けばよかったじゃん。<直>うん、なのにすり寄ったんだよ。だから俺、別にそこで50/50 50かなって思って、なんか5の。 畑の方が俺は不自然に見えたよ。なんか、たプバかっとは思わなくてさ4の2周目の発言、なんか霊媒師が一角するのか2周、あのー、2人出るのかによって、あの考察とかも結構変わってくると思う。それを見てからでもよかったかなと思ってる以上。9番さんが発言します。はい。8番さんは5番が違和感がある。僕は7番が一番違和感があって、まず6番ですね。まず4番さんの考察についてなんですけど、僕は。 4番の発言聞いた直後では、まあ、村っぽいなと思ったんですよね、まあ、印象は良くないですけどオオカミなら、まあ、そんな露骨にすり寄るって表現使わないかなと思いました。で、5番さんはそれに対して逆精査としたんですよね、5番の考察ではそういう考察をして村っぽい、村目を取ろうとして,る狼っているオオカミなので、まあ僕は5番とは考え方違うけど、5番の考察は理解できたんですけど。 なんか6番7番はなんか安易に5番に乗っかって4にヘイト向けてるなとか。で、中でも7番は4にヘイト向けつつつ6番も叩いててなんだろう。7番自身も4怪しんでるのに6番の生存欲っていうとこ拾って6番も怪しいっていうのが7の一番違和感。いや、えー、俺9がおかしいと思うかな7は別に普通だったと思うよな。はい。 よろししくお願いします4番ランダム白です。8番だけ白く思ってます。はい。えっと、5番に対しての精査かな。うん、まあ変なのは9番、は5番って感じかな。5番えっと、6と7については、別に5番に乗っかってはないかな。今、9番さんが発言で6と7は愛に5番に乗っかってって言ってて、さらに7番というのは6番にまで視点を落としてるから怪しいんだ。 で、これちょっと変かな。なるほ単身っぽく書い6番と4番と5番の話聞いた上でのえっと精査。さ6に対しても違和感持ってる7番なんでなんか変やなって感じ59がちょっと違和感で8番だけ村かなって思ってるから6なら2周目って感じはい 2>, 2番さんが発言しますよろしくお願いします。 占なしです。三さんしろです。<laughs> えー、ちょっともないのに。四さんが対抗に出ております。1番と6番と8番が、えー、人外だと思います。6番、えー、まあ四番さんが、えー、お願いします連れてってくださいよ。みたいな発言を僕、うん、まあ村でも、あの、人外でも言うでしょうね。これ困るな。 別に怪しくもなかったんですよ。まあ、誰しも言うでしょう。まあ、そこ六番さんがなんか怪しいとか言ってましたので、六、まあ、番さん怪しいかなと。で、八番さんも、えーまあ、あの人外、人外衆がプン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 しておりました。<coughs> えー、人外衆がもうプンプン漂っておりました。喋り方、えー、考察内容、発言内容。三四郎。まあ、ベタな、えーな発言内容。ありきたりな発言内容。考察してる風でしてない。ありきたり。人外だね。 <laughs> 2番わからんあなたの発言ですはい2一番面で確定したのでまあ正直やっぱりこれは棋士が出てグレー詰めするのがいいと思います市民仕様俺嫌いだわだって意味がないもん市民仕様ねはあそれ紛らわしいんだよなまあとりあえず4が白なんで今片白だけどこれどうだろうな あ、6番が騎士なんだ。あ、それは助かるわ。俺6番はマジで色分かんないと思ってた。で、まあ一番やっぱりグレーでおかしいと思ったのは9なんですよね。7番って別にそんなに、俺7番は結構評価してて、まあ評価するほどじゃないんだけど、4番に対して印象が悪い6は分かんないって、なんか4と6を叩いたって言うけど9番は。7番っていうのは、ぶっちゃけほとんど6しか叩いてなくて4番はそんなもんじゃないのっていう、叩かれすぎじゃないって叩く理由にならないって言ってたから、まあ反応として村っぽいし、 5番に関しても4に対するツッコミそんなもんだろうって思うから、1番が5泣おかしいって言って5番もおかしいに含めたんじゃ、おかしいなって思うのよ5。56ってめっちゃ2周目だったと思ってるんで。だから1番もそこで若干芯落ちます。今1番2番で多分1の方が真に見られてるだろうけど。俺、現状では釣りは9にしたいけども、もちろんこの後の発言で皆さん色々言ってってください。3番発言します。なるほどっすね、三番さん。え、ちょっと私全然ちょっと視点はちょっと違うん。 うん、あんまり、あれっすけど、逆らいたくないっすけど、えっと、9番さんが一番私は白かったと思ってて、あ,あ,あ、そうなんだ。えっと、これは単純に、えっと、6番さん、7番さんに叩いてたからっていうのもあるんだけど、ちょっと6番さんにもね、ちょっと非常に言いにくいところがあって、えっと、でも5番さん評価したじゃないですか、5番さん評価して4番さん叩いてたっていうのがあって、 それって結局、5番さんも3番さんにすり寄るという意味観点では、5番さんも4番3番さんが印象いいって言ってるから、違うとほぼ同義だと思うんですよ、すり寄りに近いものだと私はこのようにしてすり寄ってるって言ってるけど、5番さんも言わんとしてることはすり寄ってる発言だったと思うんですよ。 だから、5番、4番に対して、不平等精査かけてるなと思ってたから、9番さんの6番さんと7番さんに指摘してた内容は、かなりピントが合ってるかなと思っちゃってたから、これ、6番さんにね、ちょっと今、棋士、状況下だから黒塗りとかじゃなくて、そういうふうな9番さんの白要素を拾ったって意味合いだから、6番さん、ちょっとここはね、解釈を捉え方間違わないでね。で、正直、釣りたいかったところは、ま。あ 5番さんか7番さんだと思ってました、<ー>私は。かなうんただ、8番さんはね、ちょっとね、正直ね、8分 <は S 1> <う>かないよな。私もちょっと市民しようってする必要あったのかなって思っちゃった。私がすり寄る発言する必要があるのかっていうぐらい同じなんだけど、私もちょっと気になった、そこだけは。ちゃんと聞こえてたんだ、俺。聞こえてたんだね。 いや4万、それは違うよ、なぜならば、俺と5番と4番って言ってる内容が明確に違うから、4万で大した理由もなく、3にすり寄ってたけど、まず俺す、あの評価したイコールすり寄りになる、それ間違ってるから、あのちゃんと3万があの自分、うん、3目線ではなく、村に対し利益があるように。 ローラーとかでね、そういう発言をしてるから、その評価が上がるっていう、ちゃんとした中身のある理由があるから。うん、すり寄りでも何でもないのよね。わかります正当な評価をしてる人間だから。って突っ込んでるんだけども、占いは俺は1を死んでみるよ。もう2はちょっと見れないですね。まあ、わかる。見れないそれはわかるんやけど。 それもだし、言ってる内容も何一つ入ってきませんでしたね、2>, 2番は。そうですよ、2番ね。1>, 1見るんで、14、えー、で、出てるから、789と。うーん。まあ、7番に、ね、と64に関していいんだけど、もう5に対し全く触れなかったから、5って割と4に突っ込む発言してるから、5気にならなかったのかなっていうの一1個あるね。7番に。で、まあ、9は、 そうね、7、6は5に乗っかってるんではなく、あの4に対し不信感抱いてるっていう点では一緒だけど、別に5の発言に同調してるわけではないから、そこをなんかまとめてやってるのは、うん、違和感ではあるね。8 <laughs>、8は俺と真っ向から意見が違うから、どうしてもちょっと良くはないんだけど、まあ、1が評価してたから、評価できる点あるのかな うん市民使用はマジで意味がない本当に何一つ意味がない<番> <laughs> ただ邪魔くさいはいうんまあ12はまだ分かんないけど1番が8番と9番を評価できる点は分かんないなと思っちゃったかなでも2番のなんか <laughs> 1>, 1番で号泣がおかしいって言ったんじゃないかったか8番と9番じゃね一か12両方ともなんかまだ分かんない 4番2周目も全然伸びなかったなと思ってだったら村だったらさまずなんか自分が釣られる懸念よりも狼を探そうって思う方が強いと思うからさ、うん、3番に釣り寄っときますとかさ釣らないでくださいってそれしか言わない村ってマジで村にないと思うけど<あ>だから市民そう4番って,ってんみんな市民使ってんそういうふう言われても仕方ない発言をしているんじゃないかなって思うからそれに対してゴートナらは。 全うだったんじゃないって思ったけどなで特に七番は四番の何がダメっていや4番逆に俺は村っぽいと思ったけどなっ言ってたからその通りだと思う四村だと思うよそこで7番が釣りたくなっちゃう四番ってなんか変だなって思うけどな八番と九番ってなんか八番ってなんか四番に逆になんか村置きすることによって評価してる風にも見えたけどな まあこれ来たからいいんだと思、まあ、今日8番を釣りたいって言ってるから、いや待て待て待て、8番のラぐらいでいいかなって思ってるよ。この後の8番,番のラ発のラ発言を聞いて8番のラでいいと思う。じゃあ8にしようかな。なんか4番の目線の方がいいかなと思った。7が3が発言します。<laughs> はい。まあこの村で言ってることおかしいのはまあ9番と4番なんで、まあ4番が白先なんで、まあ2番さんは真なら4番裏なってほしいのと。 まあ9番しかかか釣るとないかな今日は、い今うんまず7番が6番と一緒に4番を怪しんでるのに6番も叩いてるのがおかしいってじゃあ9番さんって自分とお同じところを怪しんでる人って全員白になるんですか、うん、そういうゲームじゃないと思うんですよねこれ。別に6番が4番に別に怪しむ姿勢はいいと思うけどそのなんだっけ あのー、生存意欲があるってことだけはジ、まあ、イコール人外ではないんじゃないかって俺の意見を6番に言ってるだけだから、まあ、この意見が何がおかしいのって思っちゃうしあと6番7番って明確に5番の乗っかりじゃないから5番に乗っかってると思ってること自体が、まあ、話聞いてないと思います9番さんはね、うん、であと一応6番さんに言っとくと1番さんは9番の評価してないから9番がおかしいって言ってるから まあそこだけ2番はどこが黒っつったっけ、まあ、いいこいつはね、説明がなかったから、マジで分かる、ね。1番は9番評価してないから、まあ、そんなに別に1番も変じゃないかなと思ってるけど。まあ、9番が白落ちたときとかは、まあ、シンプルに4番の黒はあるかなと思ってます、ね。なんかな4じゃない気すんのよなくなる。だから。番がやり玉に挙げられてるから、まあ、1番さんが4番を囲ったパターンは9黒も別にあるのかな。8 9まあ今日は,俺は9番に投票しますね。 まだ89は発言あるけどな。2は初心者。やったことあるよな、こいつも確か。俺が市民使用したのは、一角霊媒師の発言を伸ばすため、あの岸渋るやついるから、さっさと市民が市民使用していけば、岸あぶれるからね、勝手に。<laughs> まあ、それをしたかった、俺は。だそれが怪しいと思われたらしないけど、でもその発言を含めて4は、どっちが新占いであれ、4は白だと思う。 ななぜなら2週目の発言で、市民しようが怪しいとかいう、うそ、ん、みたいな意見で、俺は怪しいっていう必要がなかったかなと思ってる。かばってくれたとか、適当な理由つけて、8、白いですっていう方が、4の、んなんつうの、将来的な意味を込めてよかったかなと思う。なのに、8を、ね、怪しいっていう意見を落としたのは、俺は白く見てる。 だから、4は俺も一生投票する気はないね。4が僕のやったら、俺もこのゲーム負け、でも俺も4白やと思うだから、7を見るじかない。知らない、あの新占いだったら、ほう負けだと思っちゃってるのは5と同じ視点なんだけど、5はじゃあ1、新で見てるだったら、4をかばった俺は結構白く見えるはずなんだけど、最終的にどっちつかずな発言を残したのは怪しいかなと思ってる。だから俺はさ、今日は合9のランかなって思ってたんだけど、 7の,あの1周目の意見ってまあ真っとうなんだよ。6って怪しかったよ、正直言って。ただ発言ね、俺、秒数あったから言えなかったけど、うん、乗っかった発言だったし、怪しく見えるよ、7目線は5、6は。だから7目線は妥当なんだよね。だからそこ怪しいっていうのは分かんない。だから7の色が俺は一番気になってる。いや、あ<ー>まあ、うーん、なんかそう言われるののなんだと、8色とかも見えるな。7占いかなと思っちゃってたんだけどね <laughs> 俺。でもあくまでこれは俺目線だから。あの 俺の色が知りたいっていう人も中にいるだろうからね。俺は考察<や>落として白を書き取ればいいかて,て,てるんだなと思うん1は俺のこと白くみたいになったらか 2>, 2は占い値は4か8しかないわけでしょ。だって2が8に色落としたとして、ああもう、時間ね。以上。うん、5か。5はマジでわからんな。九番、3が。15はでも見にくいんよな。 すいません私が1週,目1週目に7を怪しんだ理由をしっかり話してなかったのでちょっと話ささせてください7番って最初4番をかばうような発言あ、まあ、6番に対して生存意欲見せる4番は別におかしくないでその後7番ってでも4番って真面目に考察してないからこのまま2週目釣っていいかなと思うっていう考察が僕はすごい狼っぽいと思ったんです。 まず7番の4番に対するその考察って、てて4番視点って、まだ例の一人しか出てない場面で、そんな考察する要素はないと思うんですけど、そこを取って、4番つってもいいかなっていう触れ方が、なんていうのかな、票を集めようとしてるっていう意味で、5、6に乗っかって4番に並党を集めてるっていう意味合いで言いました。 でまあ、今、6棋士で出てるけど、その後七7は6もでも怪しいけどねって言って、なんか4と6、どっちにも投票しても、なんだろう、いけるような、そういうヘイト管理が僕は7狼っぽいと思いました。で、この考察は別におかしくないと思ってます。ただ、僕の言い方がちょっと薄くて、うんえー、そこを怪しまれてしまったのであればすみません。っていうのを踏まえて、だとしたら27とか2、7、7、7、やっぱ僕はまだ怪しいと思ってるんですけど、7番って僕行きたい理由って、 僕の僕の七への指摘がおかしいからだけでで相方あるとしたら四番って発言この後の、ね、1一の発言次第や1,2、えー、世で見るんですかね七番視点ってとこまでなんていうか全体的に考察はか確かにそう言われると7う怪しい気がしてきた本当に殴り返しと賞が集まりそうな僕へのヘイトっていうところでやっぱ僕は七番黒いと思いますけどねどうしよう8切れちゃうこれ 7番あるなぁそれ言われるとで4番さんほんまに9人間って思ってる今の発言とか89ンの客観的なランかけられてるのに8に脳精さで7に殴り返しの要素でやってるけどこれを4番さんほんまに白いねんけどね,ね4番さん対話してるねん,んけどほんまにこれ グレーの5、7、8、9で、9が一番よく見えてる、4番さん。5か7釣りたいって思ってる。8、9、なんか、良人街かなと思ってて。なんか今の9番さん、別に俺釣られてもいいやど、ね、強人街やと思っぽさもあるし、9に8のフォーと七にそこまで、狼っていう要素がなかったんで、若干初週8白く見たんですけど、 二周目八から五の精査不当でしたよね。五番さんどっちつかずでで八から五に言ってたんですけど、五はあくまでもえっと八にはちょっとわからんが一進見えてるから一番が八一周目から。えこれ七行ったら怒られるっ,って落としてるんですよね、五番さんって。だからそこを聞かずに九ではなく五番の九番で五番に行く。一と四の連携あんま取れてないし。だから九老陣がありそうやなって感じ。内訳まあでも。 どうやろうどっち強うかわかんないけどまあ9からつろうかなと思ってるかなまあ89のラムになってたかなあ9の7しか殴らん構図がない強靭っぽいっけどそな9これ499かん,んか7の色見た方がいい気もち,ちょっとするけどなー発言します。なるほど <laughs> まあ1番が8番9番にへと向けるってことはまあ多分僕も8番9番黒かったんで 一番が8番、9番怪しんでるますけど、僕も八番、九番怪しいなと思ってたんですよね。で、多分どっちかにあの相方がいるんでしょう。一番がもし狼だったら。<laughs> いなくね ?8 やろ、その場合。2人と2人ともにヘイト向けるっていうのは、え2番おかしい。狼としては、すごくメリットがないことなんで、多分どちらかに相方がいるんでしょうね。八番さん、めちゃくちゃ黒かったんですよね。めちゃくちゃ黒かったんですよね。 まつって一番わからん,からんまずなんかこう弁明から入るあたり僕が村人修行したのはなんたらなんたらみたいな村人だったら普通どこどこが白いな黒いなってそ,そっちにもあの思考がいって第一声がその考察から入るところを弁自分の弁明から入るええこれ一心じゃないと困るな聞こえなくなったしな強人なわけはないって と思うんやけどな、その場合2週目で、狼で出ようとした5番占いとか。いや、そんなわけねえな。で、まあ1番がもちろん狼だとしたら、相方に語りかけるってことはないと思うんで、四まさ白だと思うんですよね。ですので、今日は8番作ります。えへ<ー笑>8か、なら9やな。まあ。 9つって白結果出たら若干2の神名上がるのかいやまあでもな7の色見とけってのはちょっとわかるなあ7いってもよかったか94<番>で7で<す>うんみんなばらけたね番発言します。うん いや6番に8球ラン言われたから厳しかったな。僕8の黒目全然感じなかったんだよな。だから僕視点別に8をしかも白やな。理由もないんですよ。それよりも、まあ、僕はやっぱ7を怪しく見てたし、2周目もあまり村の考察に思えなかったっていうのは僕の発言が、まあ、誤解を招く、ねね、ことをしたために時間を使ったんですけど僕はちょっと申し訳なかったですね。8が 2? いや、占いは、まあ、でも、一応俺に入れてるのか。二番から真の要素、全然拾えないですけどね。一番にも、僕は怪しまれてますけど。いやー、いかんかったな。いや、これはちょっと困ったな。はい、いやー、まあ。七二だと思いますけどね、僕視点。いや、わか,かる、わかる。七二は全然あると思ってる。それはちゃんと聞く。九の白結果が落ちれば、七二全然見える。 あ、尋結でした。はははははは。9 <laughs> 黒です。そうなんだ。じゃあ、2級ってことだとしたら下手すぎない <laughs> ?3175 が入れてんねやろあー、4級ローで1強陣は一はあるんか。 本当は4番が占いで出る予定やったんやけども、1番の強人が出て、2の芯が出てしまったから4、九ローで潜伏やった形はあり得る。うーん。昨夜、襲撃された人はいませんでした。1番、3が、7、白8、白あ、例結果、お願いします。あ、人狼黒鳴人狼絶対やならない。 別にえて手か待って2番手8え終わりちゃう ?2 って7裏になった理由としてはうーんまあ白狼ケアっていう言い方が正しいかな7番、まあ、さんの精査は四国マットへ7白か、まあ、仮に27の時にまあ89の白知ってた時に、まあ、4黒を打つ準備もめっちゃ自然やったな1では番 <laughs> 1> で俺が真、えー、ちょっと1が4かっこいはえ中、ー、に泣きにしもあらずっていう発言が 7万世もいないですけど、えっと、二週目その次があったんで、うん、まあちょっと7が人類やったら、うん、遠い位置かなっていうので、占いました。うん。89は1番の段階で両陣が見てたんで、まぁ、あ、別に占う、占う。8だけやね、唯一。2が今日やった時にありんの8九。2で終わると思うけどね、2番がやたら8に持っていってたから、2九のラインってすごく嬉して見えるし。うん。 いやでも2級やったら下手すぎた番と思うけどな。番8番 <laughs> ああ、8級。ああ、8級。でも8級あんのかなまあ8級も別に。まあその辺は明日占うっすわ。今、は、日、い、は絶対に2釣れると思ってるんで。うん。5番はないと思うわ、さすがに。5番はないと思う。うん。だ八8級あるかは明日占うから、はい、今日は2釣ってくださいね。 さんおかえり、はい、聞こえてるかな、はい、今日につってね終わるとおもうはい、2>, 2番さんが発言します8番が白でした僕の考察が間違ってましたいやでも強人やと思うけどなめちゃくちゃ黒かったからね<あ> <laughs> ですのでが人グレーからですよね今日3番さん <laughs> お前普通に狼なんかよグレーで明日決めてるでしょ占いグレー行っていいんですよねだったら1番の白先行きたいんですよねうんで4番か7番でその釣られなかった方僕は明日占いますからでもし白だったら村目線ね盤面に詰まるでしょで黒だったら別にあれだし9番黒でしょ 三一七五が投票してますので、ダインギリン、ダインギリン、19オオカミでダインギリってのは多分ないと思うんで、うんあグレー、一強、ちょっとわかんないな。一番 ?8 番一番オカミだったら勝つきないよねって話ですよね。ダインギリ強くないですからね。<laughs> うん。 ちょっとはい2番さんを釣るんですけど2がオオカミだったらいいんですけど仮に強人だった時っていうのはあの真面目にやった方がいいですよ1番釣る進行がなくなるんで。 なんでまあ、もう1を釣ることがなくなるってなればもっと縄使えて負けなくなるんでね。まあ2番が狼だったらこの時点で負けだからいいんだけど。で、もし2番が狂人で、 このまんま1番釣るっていう進行を明日取るんだったとしたら、えー、占いが狂人だった場合って9の狼が釣れてないって状況になります。5と7は9に投票しているんで、4と8だけなんですよね。9に投票してないの。その場合、まあ、2番が本真だったと仮定した場合、1番が狂人で49がローで4番が9番をかぶってた、かばってたっていうパターンがあるんで、そうなったらまあ、 占い釣り切って終わらなかったら僕は4番なのかな、狼はっていう風に思ってたんですけど、2番が真取る気ないんで、まあ2番で終わるのかなと思ってますね。まあ4か8にいると仮定するならね。いや、2番行きましょう、普通に。2に釣って終わらなかったら1番釣ります。で、終わらなかったら48の精査です。なんで2番はもし新占いだったら釣られた時に新アピールをちゃんとしてください。以上です。4番、3が、 発さんますサマさん、ちょっと一つ提案あるんですけれど、私、1番、2番って心境っぽいと思ってて、7番、5番にどっちかいると思っちゃってるんですね。で、7番、3、5番さんから、4番が釣りたいって言ったら、えっとそれ飲むから、き今日は、えっとグレーグレーかもしくは、2>, <laughs> 2番、3、いや。 <laughs> いやそうなんですよね、芯ン追えないんですけど、2番さんが三白って、あまりにも強人行動に見えないんですよ、全くもって、かつ狼行動にも見えなくて、私は、だからといって、1番さんが偽だとは言いにくいんですよね、だから、えっと、皆さん視点で今、4番が黒だと思う方がえちらほらいたからで、かつ、私、6番さんの発言、もちょっと途中で切っちゃったんですよ。 6番さんが4番に指摘してる内容がちょっともう、早くなくなっちゃって、だから8級ンって全然聞こえてなくて、7番さんが一番怪しかったから7番さん入れた、正直に。これ、私は8番さんが一番村っぽく思ってたから、2番さんが8番占いとか8番釣りとか正気の沙汰じゃないと思ってたんですけれど、占い位置的には、いや、これもなんかちょっと気狂ってるんですけれど、うん、ちょっとこれ、でもただね、1番さんに失礼だよね、これ。もし、 番さんがだった場合は、イ番ンさんの三郎結果がかなり私はずっとしんぽく写っちゃってて、どこでも釣られていいっていう証明なんですよね、二番さんが狼だった場合。まず強人だった場合は三郎なんて絶対打たないと思うから、もし本当、六番さんが提示するんだったら四番釣ってもいい今日マジで。ここだけお願い。<laughs> いや、二番,番だっ,つって番か番ったら四番が発言。んだったら絶対二番, <laughs> 番だっ,つってん。五番さんが発言します。まあ、あのね。 4万んね、あれだね。まあ、なんか、あのー、もうさっさと寝てください。<laughs> <laughs> まあ今日夜遅いんで、あのさっさと寝てください。多分、多分、あの、やばいっす。あの、場合によって、人によっては多分もうボロクソ言われてるんで。え、強心だやろ普通に。ね、あのー、お休みした方がいいと思います。えー、2位のシーンは、まあ、番万んは <laughs>、 丁寧だから2の芯を一応追うっていうケアもしてるんだけど 2>, <laughs> <な>2の芯は追わないでいいい,い,よいや、追わなくていいよ、正直。正直。まあ2、俺ぶっちゃけね、2はローじゃなく2。 二強八郎だと思うんだけどね。<え>ま八強に入れてないっていうのもそうだし。9にいや四強やるぞ。ど考えても。九号に変えたっていう。え今の四で村見ますかなと思っていて。寝た方がいい村だと思ってる。ねまあ、単純に八の考察で五がえっとね八が四をかばっていたのにそれを評価しない五はなんだみたいに言ってたんだけど。 2強な,な,、ね、なら1が4次だで8郎やぞそういうことか。2>, あのま、だ2番強靭で8郎見てるのか。2番強ての。前の段階かだし、別に4をかばったともあまり思えてなかった。だって 5, 5目線ね、5に立ってくれたら分かると思うんだけど、5目線、あの4をかばった、8がかばったというよりあの、5を叩いたという印象を受けてるんだよね。 うんっていうのもあるから八郎だと思うけどまあ2からでいいよ、うん、八郎だと思うかいやうーんそうかまあ、はい、まあ3番さんの言う通りでいいんじゃない ?4 番って私のことがねもういいこと聞けないんだったら普通に3番さんのいいこと聞いとかがよかったじゃん9番黒で落ちてんだし3番はもう9番一本してしてたよ なんでそれが守れないんだろ4番って。いや番7入れたいのはちょっとわかるね。マジでムラリない発言しかしてないと思うけどね。うん、私も3番さんが言う通り、一番強靭の49ロールもあるかなとは思うけれども、2番さんの発言があまりに弱すぎかなと思う。うん、で、28ロールは絶対ないよ。だって2番と私が8は入れてるさ。れると <laughs> 思って8番の2投票は何やったんやろうな共和ピアったのかな ?1966 の教人になりたい。ということで、いや、それはあんまり考えにくいなと思ってる。まあ、8番も2番入れて、えー、もうそれってもう、投票取って、道路入れたらね、何をやってるんだろうかと思うけど、が正しいかだったら、3番のいいことはみんな飲めるし、マットなことしか言ってないじゃん。だったら、なぜ4番も8番も9番に行かないんだろうっていう疑問は生まれちゃうよね。うん けど、まあ、三番にグッズ打てて、九番の黒が見えたし。では、二番からつって。で、終わらなかったら、一番つって。で、その後は、みんなで精査したらいいんじゃないって思うので。今日、二番からでいいと思うよ。いや、マジで、四番、これ、村だったら。マジで、もう。ちょっと、無理かなって思う、レベルだと思うよう。四強靭の二級ローやろ、普通に考えれば。七番。三番。発言します。 はいまあ、4番釣りでいいと思いますよ。4番釣って終わらなかったら、1番のシーンを決め打って、明日2番釣りいや終わらなかった場合は2番の巨人が分かって、三と六が二つで、とがつって、巨人 ?4 が寝た方がいい村 もうそれだけです、ね。で八は二投票何？あの多分五番とかにも言っとくけど、もう四番みたいなやつが生きてたら明日じゃ二番釣るじゃないですか。じゃ今日二番お前七番は四はもう白決めるつて。ってたやねんくねお。番の黒が落ちてるのに七番とかこう。お前四白決める釣あんだっけ？あれ？つあ八か。八番か。四番釣った方がいいよ今日。うん。いや二台。2だ,よだってじゃあ一番と二番が進路の場合でも四番強陣なり四番釣って二と一引けるし。 えっと、一番強人4級でも4番つったら、21引き切って最後4でいいやろ。今日しかも4番って釣る日ないから。だって2と1釣り切って終わんなかった場合って、どうせ多分2番がまあ残念。その場合は1の占い結果が残って、より情報が残るから、絶対21釣りなんだ。かさっきも 2> 2番からさっきも黒釣れた時に番ので番の占いじゃなくてグレー行こうとしたけど。真の占い師の結果見るって形でいいんだよ。はいまあ、俺も4番に投票するし、 あの9番の相方が7番か5番にいるって言うけど9番殺したの俺だしどう考えても、うんまあ、正直俺オオカミ落ちると思わなかったですけどねなんかオオカミってもうちょっとまともな発言するんでもう圧倒的におかしいなんか9番しかいないからもう処理位置として落としてるんで9番さんは、うん、うわこれで黒なんだと思ってはいうわ簡単だなどうやって勝とうとしてたんだろう9番って思いましてオオカミで、うん、その発言してだって何一つ通ってないんだから 7番に言ってることが。いや結構俺でも思ったけど7に見れるなーて,てそれやってるの9番だしね4つりもでも2番がなぁ8番さんが発言しますすいません僕4から7の発言一個も分かんなくてここ日本ですよね僕 外国行っちゃったのかなって思いましたね。何喋ってんのか分かんなくてね。うん、僕英語できるんで、なんかスペイン語かなんかで話されたんですかね。一人も考察が合わなかったですね。今日は2刷りしかないですね。そうだよね。どう考えても。あのー、6、まあ、に言うけど、このゲームって誰かに従って投票するゲームじゃないから。俺はあくまでも、昨日の2の最後の発言を聞いて、お前らはこの2を死んで後日追うことができるの。俺は追えないと思った。 だから、まあ、初日の2の最後の発言を聞いて、2の芯を切ろうと思って2に投票した。5はなんか俺のこと言ってたけど、俺が言ったら2周目の発言ね。2周、うん、目であの俺のことを評価することは可能だった。5は8を、8はね、5をぶったたいたって4変わってきてい。みんな好き勝手入れてるから、俺はそれで8つられたらどうするんだったのにっゃん。お前は9入れとけよ。それで結局5の HP を下げて、4の HP 上げてるのと同理 だから、1が8を白く見ている時点で5は評価できるはず、8を。なのに最後の方、あやふやにしたのは怪しかったっていう発言を俺出したの。そこは怪しい。7は、最後の発言は良かった。あの、今日のね、あの9で黒落ちると俺は思ってなかった。そこまで考えて、あの、初日投票しないから、俺は。普通に一番いらないなと思ったところに投票しただけ、俺は。だから、そこはわかる。あの、俺もいらないなと思って投票したんだろうな、7もね。だから,らかなな、7は何回もやよ。だからもう、 2>, あのね、2の強靭がない,ないからね。今日2を釣って、明日続いた瞬間に2のシンが確定するんだよ。それでいいの。うん、だからね。<え> 2>, うん、2を釣って2のシンが確定するってなるか何なん,なんそれ。なんか1番に黒出されると思ってそうやん、8。え ?2 を釣っても2のシンは確定しなくねわ <laughs> かんねえなー でも2番などう考えてもなんでこんなバラけんの、うん、<laughs> ちょ,ちょ待ってくださいよ二番は<わ><番>終わんねんだ9番が多分なん,かなんかめちゃくちゃコダ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 言って「お僕は今日7番行きます」って言ったじゃないですかでつって黒,黒だったじゃないですか9番じゃあで4か しかもあの感じの返し方7番の、お前なんだみたいな。全然理屈取ってねえぞ、お前。いこれ、絶対ないと思うんで。だったら頼むぜ。で、8番に関してはもう白なんですけど、むちゃくちゃ黒くないですか僕のシーン下がるんですけど、<や>あなたは。<前><で>バカ、お前は8白つってるやんよ。僕のシーン下がってるんですけど、<laughs> ね、占い一番もマジで解消し。いや、一番黒やね、1番、1番つってくれてるい,い,いらないところに投票しまして。 ありえないいしょ西の,の時占いとかこれ、真だったらどうしよう、マジで。番たいや、俺、2が強靭, 2> <も>強靭だと思うん<も>よな。いあれでも、1が強靭で4が出れなかったパターン。これは、まずい。1級が見にくかったってことは。いや、でも、 まあ。いや、8級なんかな。2のシーンは見れないでいいよな。こいつシーンやったらちょっとな。でも、強目が高いんやったら1の方なんやって、正直言うと。まま4が黒でっていう盤面的には。じゃあ4が強人じゃないのが確定なんだよな。いや、おかしい。 昨夜襲撃されたのは3番さんです1釣れよ4番8黒まあまそうやなでも8黒は全然あるじゃあもう皆さん2番を新規って2番行ったってことですよねでも1番いってよくないで,、ね、で私5番3投票したのはえっと ちょっとあまりちょっと皆さん、言葉遣い荒くなってないので、ちょっと話してほしくて、えっと、5番さんが初日から1番さん、真って疑ってて、あ1番さん、真って言っててで、その上で4番疑ってた発言あったじゃないですか。その場合って5番さん視点って4強人あるわけじゃないですか。2番さんがオオカミの仮定すると。で、2番さんが三四郎ちって強人っぽくないんですよね。で、5番さんが2番さんをオオカミじゃなくて強人だって昨日発言した。 えっと、推理が私にはあまりにもなんか何かんで強靭になるのだろが3白強めかてでかその3番確定してる状況から3番白って打つ行為ってだいぶメリット少ないと思ってるんですよだ,かだからこそ5番さんがちょっと気になってて5番さん投票。 五番で,、ね、で、五番さんもちょっとね、もう発言がひどいから、私はもう八番さんに行くんけどなんでそんな勝手なことすんのうん。これ、一番最初のあれですけど、なんかもうなんか、失礼な発言になってるかもしれないですけど。 ちょっとね、ひどいわ、発言時代 2> い。2、一ロラしましょうちょっとひどかったし、ししょちょっと皆さん、ちょっと言葉遣い荒くなってて、良番さんもね、論外論外言うのはちょっと、ね、確かに、確かに、いろん方なんじゃないかなと思ってて、ちょっと7番さんはちょっとっ、あの二の発言で、芯見れねえし、どこのグレーからいきますって、なんであんな狼っぽい雰囲気出したんか意味が分からん。発言します。いや、村も頑張ってるよ。あの あの4番の精査を聞いてよ。あの、本当に誹謗中傷出ないだけ、まだまともな村だよ。うん。論外はまだマシな方でしょ。4番ちょっと、しっかりしてほしいんだけど、本気で。もう、あの 2, 2が3白出した時も、くそほどどうでもよくて。うん。本当にどうでもよくて。まずね、 うんまあ、一応さ、投票の理由を言っておくと、8にね、あの、我慢できなかった。なぜなら、8が、一番最後に言ったの、<laughs> 2>, 2が、さあ、あれな、2>, え2つって終わんなかったら、2は死んで確定しますってそれ、あれおかしい。どういう思考回路やねん、それ。そう。でいやで、1つって8つるでいいと意味わかんない。でも結果、1が 8, 8黒出してるからね。8に行けると思うけど。 いや1からじゃないま、ね、えまあいいや、4, 4も4いや1からや、絶対。8に行ってくれるらしいしね。いや、1からだよ。うん、まあやっぱ、えー、っとね、9から視点を5に、9、5でずらしたのがやっぱ8、9つながると思ってたんだよ、うん、俺は言ってた。ここ1から行かないってやついんのか。うん まあ結果2は強じだったろうから2から言ってもよかったけどまあ普通に我慢できんくてに行っただだって1が真だったら1のは余るじゃん、うん、明日8釣ればいいってなって1釣って終わらなかったら、うん、みんな1真は取れるでしょそって8釣ったの中が絶対,絶対正しい9 1ローやった時のケアができるから六番32の真目があるないは関係ないんだいや今日は100%位置釣りそう <う>三番さんのね、有信孔に乗ったわけだし、それでいいと思うよ。そう、1つって終わんなかったら8でいいね1番つって、6番がかまれて、その後ラス裏数、ね、見つけたらいいんじゃないそれでいいじゃん。それは8だろって話やさ、えっと、8番の言ってる論点、すべて成り立たんと思うけどね、そこでさ、あの1日目2番に入れたとて、占いなんて釣れないんだしさ、死に表にしかないんや。自分の意思表示をしたって言ってるけど。 別に、石標人なんていらんくないだったらグレーンだけで多く見つけるようと思うし、そこで3番が9番1本釣りだって言って、私は8、9のランだって言ってるんだから、さ 8, つさ8番って絶対9番に登場するんだから、明番負け番るんだぜだったら、そのロンは成り立たんよ、8番さん。まあ4番はもう終始おかしいから、精査ができない、この人は4番はね。だからこの人は4番だけ考えたらいいんじゃない でも実際は1番が強じんで, 8, でまあ2番は8手の乱で8番が赤みでしたまあ8番も言ってることめちゃくちゃおかしいからね。なんかただなんかパワープレイしてるみたいな感じの表現しかしてないからさ。28番おかしいと思って8番の投票をいたから8番を占ったわけでしょ。8番は白だったって言ってるから。そこで2番釣って終わんなかったら1番が真でしかないっていう発言もね。<laughs> <laughs> 2が死んだったら8白確定なんで、<私>まあ4が四五七八のと思う。まあ1つっても終わらん可能性は高いけどな、正直。だとしても1はつった方がいい。<番> 1>, 1はつって終わらなかったら4だと思う。6番さって何言ってるんですかね、まあ、まず4578って言ってるけど、俺、角白だし。 まだ盤面も終えてないし、六番って自分が噛まれてもう自分はゲームからいなくなってあとは好きにやれっても他人に任せてるだけでしょ。七、まず一番中じゃない。んだからもう今日八しか釣らないですね。だか八番さんがなんで八釣んのお前ら。なんか四から七までがもう外国で言ってることが分かんないっていう八番さんが理解力がないだけであんだけ優しく教えてたん。八釣るんだったらまだ四から釣った方がいい。昨日四番釣ってない時点で負けなんですよ。 8番視点って一番目のシンが見えるから。じゃあ9番の相方が4か5どっちにいるって言ったら4番でしょ。なのに俺が4番を連れてってのに、僕はなんかアメリカ語管理、スペイン語がどうのこうのとか言ってさ、あんだけ教えてあげたのに、こうなったら8番しか釣らないよ、釣られなくなるから、もう8番、みんなは4番から釣らなきゃダメなんですよって教えてあげたのに、 なんか意味のわかんないダダこねてたんでてか,かなんで信仰に従わんねやこいつらもともと一番九番なんかないんでおかしいあるとしたら1番が強靭で一番強人のケアをのなんやこのわがまま人狼もう昨日しかなかったんですよだって今日一番からつって終わんなくてじゃあ四5八の精査しても5と7は絶対八番に行くんでだから時間が無駄なだけなんですよ今日一番つってもね で、八番とか言って、る二番が絶対ないってなることないから。二番は強通関する系で、広く見せるだけだし。二番の強鳴を,を消すって行動もできるから。それなら四位。はい、だから、八番さんが人間なんだとしたら、昨日四番に投票しなかったことが。ギルティーなんで,で。だって、一が強靭だった場合、二が八に白出してるから、黒打ちやすいもん。うん、下手くそ、今暴言だと思って言ってんだけど、わざと。ちゃんと言ってください、じゃ、あちゃんと。 いややばいな8番さんが発言しますすああ今ね4より下手くそな人いた7番おびっくりした結構俺今まで人狼長くやってきたけど結構最下位の方だよおめえとあの6番に言っとくけどあの1日目にどうせ釣られないから投票しないとかやってるやつは一生固定概念に従って生きててくれあ,あ俺は死んじゃないと思ったら釣るし その信仰はもう人それぞれ思うからそれ知らないだって俺と同じ信仰のなんの心を持ってる人が他にもいたら占いに連れてるわけじゃん何何言ってるのか分かんないんだけどそこで叩くんだったら勝手に叩いてくれあのねうん昨日俺が言った最後の発言で怪しくなるのは 2, に2が3に白打たないんだよね強人だったらだから2の芯が確定するって言ったの俺はで昨日2をから釣ることに意味があって7番に一応言うけどね2から釣って 2>, 2が狂人、1が真、9と、えー、5がオオカミっていう世界線とかもあるわけね。なった場合、1>, 1が8を7って、白、角出る可能性があるんだよ。なんで黒が出るって決めつけてんの、ね、俺は分からないよ。だって俺、白だもん。だから白、角してくれたらありがたいじゃん。俺しか占い位ないんだから。八九6だと思い,いの進行を絶対するべきなんだよ。うん、分かんないかな。分かんないよね。 うん、難しいかな、どうしようかな。でな俺でもね、<ー>結局4か5か分かんないんだよ、狼いや、5はねえだろあ、ね。1釣、ねまあ、れないんだけど、この村ね。多分この信仰を持ってるやつがいて。あと、俺が狼だったら、昨日、なんつうの言ってたけど、わざわざ俺に釣りをしたの。じゃあ、狂人って透けてるさ、流れ書いて、4は5を押してて、7は4を1釣ってんのに、買えねえよ、バカ。1>, 1だよ、普通は釣りは。 4か5で分かんないって言ってんの。1強靭確定や。まあ確かに1強靭なんやけど、その8から見たら。でも。初日の感覚、感覚じゃないけど、初日の精査が合ってましたね。まあ合ってたというか、8、9両陣が見てたんで、まあ結果、ローローやったんですけど、まあ最初9番が7しか殴らない1周目、2周目の発言、結構強靭っぽく、8番が9にノー精査の5番に投げ殴る構図とかが、まあ結構、なんか、 急遽八かなとか思ってたんですけえー、1964強人やったら負けやまあ二ク88。今は結構出てましたよね。なんか初周168人外とか理由なく言って、2週目も俺がなんか89<う>やったら9当や、やっぱり。 2二日目、9黒見えた瞬間にグレー行きたいって2番の発言から出た言葉が1番の白先に行きたい。これってめっちゃ強人ですよ、ね。8は2をオオカミだとってるから,るから、ね、言って終わらなかった場合は真になるって主張してる。ね、俺、えっと、2日目って俺7番3白やから2番目線で4と7の人間してるから、ね、まあ確かにそれはワンチャンあるけど、3白出してるから、興味が低いからかじゃあそうなったら4しかねえやろって思うよな。<へー> <laughs> 俺のシーン認めてるやんとか思いながら。橋本さん結構2でも二が発言でふざけたから。二番新宿で言ってましたけどね。二番の兄弟。ずっと言って。結構二番の新上げしてたんで。一二新どっちか分かんないね,って,ねってなったら。四と八で悩めるんのにというか、五番と七番さんが白かったですね。まあ、ストレスというか、わかります。四番に対しての。気持ちわかりますけど、俺の白先。だ四から八行きたいよ。って そこは2番で出てほしいな,なあそれもしてほしいよな 2>, <あ>2のシーンをちょっと見てっていういやーそれかまあ1つって4八正作か1がシちくだった場合1名は余るからだって1目線ってのは9の狼と2の狂人が連れてるわけやで今3名は目やで1一つ余んにやて1目線ってだから4からつって8言ってくれてもいいって発言になってもいいのよただ1真決め打つならね 2の芯を追ってっていうだから4いくか1いくかないんやほんとはけどこの村はなぜか8番が釣れるのなそしたら7だったんだ7級なねえああだから1番7強芯なんじゃない ああ強人すげえいるもん。マジで。ね、え俺から釣る ?1 から釣るだろ。うだ4を放棄してるしな。4はなんだったんだろうね。これで1級オーカーとかやったら笑うんだけどね。身内切りしてて。そのケアも兼ねてさ、1からじゃん。釣るの。そからそれが。そう。ね、今日1以外に投票してるやつは人間じゃないよ。マジで。うん これかめちゃくちゃ人狼が下手か、初心者。うん、どれかだ。ねえ、自分どれだ。2番がんなんやもん。<laughs> っとね胸に手当たり考えてみて俺、ゆうたで、ね、お前もうちょんと新発しろや。が 1>, 1が教授、や、4だろう。のののだえ人狼使用する必要がない。あれか。4紙してほしいんか。違う、6紙入るからダメだ。うーん。 7級ローは俺は結構見にくいと思うんだけどな。だから7は馬ぶって市民でするやってる可能性あるんじゃないかと思う。まま7級見にくいんよな。9と7ってお互いに入れてるし、あの盤面で。だとしても1から行くべきやな。4じゃないと思うけど俺は,は6番3です。7番3は。 発言しますはいまあ8番さんは人に下手くそ下手くそ言ってますけど、まあ、8番さんが下手くそだから負けてるんですよ7、うん、本当に狼真の占い師に投票して8番さんは9番の狼にも投票できないとで、まあ、7番がまあ人外でやってるのにも気づかずに、まあ、7番が村だと思うから下手くそでこんだけ下手くそな人見たことないって、まあ、村だと認識しちゃってるんで8番の視点から7番の強人が抜け落ちてること時点が 八番さんが下手くそな。七強なんで一九なんか。で一番九番一切えわなかったしね八番で。<え>俺が強狼仕様した。てか五番がじゃあ悪いって五と四が悪いんだな。一九。いけよあとまずあのスムラの狂人語り禁止なんで、俺が狼仕様とかした時点でも一番偽の一九七強なんで、まあそれも終えてないんで、八番が五番とか二問。一九六じゃん。 まあ初心者か下手くそか。ていか占いロラ白や。九番,番の狼殺してるんで。八 <laughs> 番さんだけです真の占い師に投票してるの初日。はい。四、まあ、番と八番さんだけですわちゃわちゃやってんのずっと。別に五番は普通だと思うよ。二番が考えすぎる。一い <laughs> かない理由がない8本当に。八番さんもわけわかんないこと言ってるんでずっと。うんまあドンマイですね。あと一番さんには申し訳ないけどち九番さんはもう釣っちゃいましたもう初日からわけわかんないこと言ってるんで。うん。 まあよかったです、一番三階の。マジで二番とわんなかったっけうわ、これ勝ったわと思いましたね。いや、勝ちなわけねえやろ、<の>普通に考えりゃ。無理でしたね、ここするのは。<laughs> なんかせめて八番にして向けると言まして二周目八番。なんか四番、一道にどっちが死んでもつながらないって言ってるけど、一、まあ、しかつながらない。いや、これはね、でもやっぱひどいわ、一つらないのは。一番、が。なんでロラ死ねえんだ はい、まずはちょっとあれですね、相方がね、奈良さんにちょっと不る殴り指名したんで、ごめんって感じですね。まあ、あとはありがとうって感じかな、奈良さんには。まあ、ちょっと、初ちょっと変な星座を9番さん直近でしたんで、逆に振れへんかったら、まあ、村から言われるやろうなっていう、ね、6も1連れてきてたろう。で、ちょっと奈良場だけ殴るんで、あら、釣れへんやろっていう、標準一瞬置いたんですけど。 作られるんやろうなっていう、言いりましたね。うん。なんとか勝つためには強靭はいるんで、ダチョウブトン怖なってきた。いはな,な,なるやろうなと思いながらやってたんですけど、<laughs> なんとか、まさかーーーのとを取れたのが大きかったかな。まあ、どちらかちょっと8番が4、号どっちかにいるっていう視点を落としてくれたりとか。 2番が終わらなかったら二が死んだって言ってくれたりとか、その辺をこう、まあ、向こうの方がひどいやろうけど、言って、視点改札がよかったかなって感じが。5はんさん普通ですね。というか、白いから、俺は殴れなかったって感じかな、人狼目線は。まあ、4は普通に語りで白で、まあ、5番は3白っ、ってか、初日に狼が連れた時は、占いロラするのが鉄板円。 って感じでしたけど人、はい、に昨日一つらない理由がないよな、やっぱり番きましょうか。5番さん白いので、4番さん白いというか、ね、村なんですけど、まあ、175で4番投票し。四4番さんが発言します。はい、お疲れ様です。まあ、まあ、唯一多分二2番の死に抱いてたって4番くらいだったから、多分無理だったと思ういやいやう、無理じゃない。 えっとね、8番さん,にと、ね、えんだよね、もう無理っすよ、これ、どう立ち回っても無理、えっとね、二番、えっとね、無理なわけねえやろえっ、ね、入っちゃうのも、人狼ゲームってだめだし、暴言吐いちゃうのも、まあ、下手くそな証しなんですけれど、まあ、あとはね、5番さんが思考ロックしなければよかった、だから初日、私は2番さんが芯がないって言ってたから、5番さん入れようかなと思ったけど、5番さんに票入るのって絶対無理だから、集まらないと思ったから、<laughs> 無理なんですよね。 多分、昨日の投票結果、4番が1入れたとて、多分、投票結果になって、まあ、あれですよね、5人番面になるぐらいで、5人番面はないか、4人番面ですよね。あ、5人番面か、八番さんのこと。そう、だからまだもう1が。4人番面か、4人番面です四4か5がかまれるってことであ、違う、5番、五人番面か。入れてよかったんだよ。かだから結局、五まあ4番に入れられるかもしれないですけど、多分7番さんには入らないと思うんですよね。 番さん8番さんが5番さん入れたみたいになっちゃうから7は強靭だから勝ち、ね、筋としては私がら描いてた勝ち筋としては<然>まあ9番さん白く思ってたのが私のミスリードで、うん、8番さんがめちゃくちゃ白かったから私視点はだから5番さん詰めかもしくは4番詰めめっちゃ鬼やみたいな言い訳するやん4、5、6入っちゃったから <laughs> 結局の勝てなかったから4番生き残りの7番最終的に詰める。

うん。これ俺も反省だね。そう。普通に考えたらあまあ確かに思考ロック。うん、もう俺のプレイスキルではもう2を真と見ることはもう100%できなかった。うん。申し訳ない。うん。まあそうね。こういう時こそ、自分に矢印。まあこれ村がね、負けた理由はね、おのあると思うから、これ、 やっぱ僕の予想では、これ、試合終わった瞬間に、結構激しいバトルが繰り広げられそうだから、<laughs> ちょっとそれないようにね、まず1個ね、僕言っおきます。じゃあ、あんまり過激なバトルはしないようにしましょう。ってなって、おのおの反省しましょう。まあ、僕、かなり先般だと思うんで、まあ、そうですね。1に入れなかったのは本当にそう。ごめんなさい。でも、まあ、もしね、もし1番さん気が変わるなら、まあ、ちょっと7に入れてほしいっていう。 最七強じゃねえの。<laughs> 本当に人狼な。一強で。投票を行っています。え、そのまま。七級狼じゃないですよ。一級狼、七強人ですよ。それしかないよな。七級でローローは絶対ないと思うけど。一級だよね。いやでもゴ万はそう思ってたぞ。投票を処分します。いや、強あるのは絶対七やろ追放されるのは。 4番3です。4番3が発言します。いやー。えー、でも1級やったらなんか6巻で3巻でで良さそうやけど、3から行ったんやなー。いや、そうか。占いロラーされたら負けやもんな。3神チャレンジか。いや、これはまあ、下手ですね。<laughs> 初日黒ずりで占いロラは絶対しなきゃダメ狂人でもだって狂人だったとしてもロラ死毒だもん昨夜襲撃されたのは5番さんです試合終了、うん、敗北しました4番は何を言ってるのいやいいゲームでしたねめちゃくちゃ弱いやんこの村 まず、あの、んみんな勘違いしているんだけど、村が。あの、2番が、真とか偽は関係ないんですよ、実は。2番が真であれ、えー、1番が真であれ、9番が狼だった時点で、1、2は絶対ロラしないといけないっていう、2の真を追うとか、偽とか関係なく、初日に狼が連れた時は、占いロラを絶対しましょうね。ねえ、なんで、6番の。 その通りだよって、その進行を乗ってやりましょうって言ってんのに。この5番がバカだから、<laughs> これなんか、一番新進行してんだよ。いや、でも5番さんそのいい分ら。ほら、まあ、激しいバトルしないでって言ったでしょ <laughs> 反省、謝罪したんで、いいでしょ <laughs> <laughs> やめる直前のバイトか次やりましょうよ、次の試合。ねまあ、自分も叩かれるの嫌だからってね、<laughs> 声を発言するよね。<laughs> いや で,でも2番さんひどいですよあの今日どこのグレーから釣りますってまず2番さんが言うてそこでめちゃめちゃ新芽を落としたわけじゃないですか結局9番釣れてるのにだから2番さんとしては占いロラをまず絶対すること前提で自分が釣られたとしても自分の占い結果の8は白だってことをもっとアピールしないといやだからだって初日黒釣れてるんだったらグレーから行っていいじゃないですか 初日にグレー、あの黒釣れた場合は絶対占いロラです。占いが信教であっても。うん、それ違います。<laughs> ええー、日グレー釣れてるんで。二 <laughs> 日目グレー釣って、占い師の占い師狭めた方が得だから。これさんまさん絶対違いますよ。いや、ここ、九人村だから、霊媒師の意見合ってる。え、違いますよ。<laughs> 占いロラして、じゃ、次の日。いや、占い個人で言ったらそうかもしれないけど、えー、村全体として。 見た時にドーラーしなきゃいけなかったいや三や番さんに説明しますね、<laughs> あの今後のためにね。あのー、初日から連れて、1番、2番釣って、はいはい、真の占い師、どっちか分かりませんでしたって状態になったときに、グレーが、えっと、ー4人、5人いるじゃないですか。村人たちはその誰が隠しろもいない状態で考察しないといけない状態の5人と、あのー そもそも9つって2番つって1番つってれば勝ちなんですよ。で、し城が2人になってるときの5人状態と, <laughs> 状態と誰もし城状態がわからない5人状態、どっちが強いと思いますか、番さんさん占いローラするのが強いと思います。ますあ、占いローラが強いな。あ、じゃあもうバカですね。これもうバカですね。頭ある人ですね。 マジか5分の2が隠し城の時の考察と5分の5がグレーの時の考察あの5分の5がグレーの方が強いですって言ってるんですもう,バカでしょもうバカとしか言いようがないよね自分の言いたいことを曲げ自分の言ってることをもうプライドが高いからとにかく曲げたくない二番さんの言ってることわかるけど俺の言い方はもうみんなあの 俺の言ってることはもう曲げたくないだだって、2番さん、じゃあ正しいんですよ、2番さん正しいんですね、2番さんの意見でいくと、例えばじゃあ、2日目グレーっつったとするじゃないですか、その後占いしますよね、グレーに。グレーを占ったとするじゃないですか、黒見つからなくないですかそう正正解解

<laughs> なんでやん <laughs> だってか <laughs>、楽しむらしい。